門康彦は、日本の政治家。兵庫県淡路市長。兵庫県津郡津波町静木に生まれる。1961年3月、津町立津中学校卒業。1964年3月、兵庫県立津高等学校卒業。1968年3月、関西大学文学部哲学科卒業。同年4月、 兵庫県立三原高等学校に事務職員として勤務。兵庫県教育委員会を経て、兵庫県庁に移動。2000年4月、兵庫県企業庁管理局長に就任。2001年4月、兵庫県淡路県民局長に就任。2005年4月1日、淡路町、津町、北段町、一宮町、東浦町の5町が合併し、淡路市が発足。 これに伴って行われた市長選挙で初当選。5月8日市長就任。2017年に4選。2021年5選。2005年5月8日執行。自民党、民主党の推薦を得て出馬し初当選した。当日有権者数4万2041人。最終投票率 71.56%2009 年4月26日。 執行。当日有権者数、4万852人最終、投票率 61.、61.78%2013 年4月21日、執行。元市議の奥の雪を破り参戦。当日有権者数、3万9274人、最終投票率 57.、57.37%2017 年4月23日、執行。 元市議の戸田武史氏を破り4戦。当日有権者数38,320人。最終投票率 56.61%2021 年4月25日、執行。当日有権者数36,508人。最終投票率54.25%。ありがとうございます。